あ、すみません。いらっしゃい。じゃあ、一人。はい、はい。先にアルコール消毒して。一応、店内が、一応、前側の落ち着いたカウンターと、はあ、一応、奥側のネオンのカウンターが一応、お選びできるんですよ。ああ、じゃあ、組み込む。お手の前で。いいですか？すみません。奥カウンター1名様です。はい、いらっしゃいませ。お客様、ご来店です。いらっしゃいませ。じゃあ、ここで、すみません。ありがとうございます。はい。ます。じゃあメニュー。はい。裏面がオリジナル。はい。お昼様だとジャストサイズなんです。あ、はい。飲み物は。はい。お出しします。これはな、ビールはな。これはあのビアボールって最近新しく出たやつなんですけど。はい。ビールの、はい、原液みたいなのがあって、それをソーダで割って飲むっていう新しい。へぇ、はい、多分あんまり売ってるところがない珍しい。何食事に、あ、ビールか。そうですね、お料理にあるのだと、これここら辺ですか。そうですね、まあ、中華が中心なので。ああ、なるほど。お茶割りは大事に。ちょっとこれな、ジャスミン焼酎っていうのは、そうなんですよ。うちのお茶割りが全部焼酎自体に茶葉を漬け込んでまして、なるほど、それをさらにお茶で割るっていう。じゃあ僕いいですか。はい。ジャス。はい。かしこまりました。の、あの氷少なめです。氷少なめ。すみません。はい、ちなみに、はい、お酒の強さがですね。あ、本当だ。薄め。じゃあ。普通で、普通で、はい、すみません。ジャスジャス、ツープッシュいただきました。大ちゃん、氷少なめ。はいよ。そういうのが、やっぱ、こういうのをやるんですね。こんな感じなんです。いえいえ、すみません。焼酎をつけてんの。でもこれが焼酎自体の動画。ああ、なるほど。あ、ジャスミン茶の茶葉につけて。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、全部こだわりとか全部あれがついてるんですね。トラ年なんで。あ、僕もトラ年です。あ、すみません。ごめんなさい。そうですよね。すみません。じゃあいただきます。すみません。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ありがとうございます。何にもただ飲んでる。あ、すごい。でこちらが本日の、はい、こちらがハニーバターミックスナッツ、鶏胸肉のチャーシューで、ちょっと中華風のタレがかかってます。はい、鶏肉をチーズに塗り込んだチーズソース、はい、海苔、韓国海苔なんですけど、これ巻いたりそのままでも試してます。すごいゆっくりと。ありがとうございます。すいません。ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り。ジャスミン茶黒、あ、ジャスミン黒茶、緑茶割り、あ、緑茶割り。あ、そんないっぱいあるんだ。あんまりお酒の味がしないんで。あ、そうですね、酔っ払って。はい、本当だ。ブー、あ、じゃあお年いただきます。なんかこれがチーズ、そうですね、チーズそぼろ、チーズそぼろ、鶏のひき肉が。でもこっちやっぱメインはこれ真ん中ですよね。その日の推しといいますか。あ、はい、毎回違うんですか。そうですね、あの日によって変わってきます。巻いてチャーシュー、鶏のチャーシュー、はい、本当だ。しっかり中華ですね。いや、そんな当たり前だろうけど。ああいうと、赤く使った甘いカレー。ああ、そうですね。うん。海苔と。チーズそぼろ、はい、
美味しい。ありがとうございます。そんな。ありがとうございます。すみません。ちょっと目の前に立って接客することはあんまないんで。ああ、そうですよね。すみません。ごめんなさい。美味しい、いただきました。ありがとうございます。こんな感じでやってます。普段はもうちょっとスタッフいない。あ、そうなんですか。今日はさ、そうですね。早から、すみません。もっと、いつも何人ぐらい。みんな、そうしたら、美味しいとこ行ったら、わって全員で行く。お二人とも若い。自分はそんな若くないです。嘘。そう。でも30です。あ、そんなです。でももういい、もういい。それはみんな若い。他は20代が多いですね。20代。あ、何人ぐらい大体いらっしゃる。全部で15人ぐらいの。まあ1日当たりで。あ、まあそうか。これがネオ。ネオンとネオンを別にかけてるわけじゃないですか。っていうわけではないですね。どういう、ね、ネオ中華って ネオ中華ってどういう、なんか多分いろいろ人によって違うと思うんですけど、僕たちの中では本格的な中華を楽しい気持ちで食べるっていうのは、はい、まあ、あとは何でもありっていうのがネオかなと思ってるんで、中華以外のものに。あ、はい、あ、すいません。この辺のおすすめは中華なんですけど、でも全然中華と関係ないんですけど。あ、ポテトとかね。え、鉄板なんですか、大体。鉄板焼き、この辺が鉄板焼きですね。気になる。一人さん。あ、でも、そっか。大体、あ、これ名物。そうですね。名物になったらいいなと。よだれ鶏、よだれ鶏はこういうのを入れられる、そうですね、外から水餃子、結構汁ダクダクで出すので、あ、水餃子、甘く汁に水餃子入れたらいいです。そう、こんなトッピングちょっと考えていいですか。もちろんです、ごゆっくり。お客さん、お考え中です。あ、全部、やっぱそういう家はもう連携が大事なんです。全部なんか言えば全部書いてきます、何でも言ってもらえれば。本当ですか、はい、何を言えばいいのかちょっとあんまり今ちょっと思い浮かばないですすいません。え、まだじゃあそんなオープンしてそんな間もない。去年の10月です。あ、すごい、ま、コロナ真っ只中で、すごい。でもやっぱ若い人が多いですね。おー、そうですね、ね、なんか雰囲気とか20代30代とか10代、まあ、でもこっちはこんな感じでギラギラしてます。あちらは割と落ち着いてます。あ、なるほど。お一人様とかで、うん、あ、そうですよ、ね、なんかやっぱ よだれ鶏でこれ行ってもらうのもいいですし、うん、餃子を行ってもらうのもいいですし、またまたフライドポテトね。いやいや、なんかちょっといい。そうですよね。あ、焼きそばなんかはおつまみ用の焼きそばなんで。どういうこと？普通の柔らかい感じじゃなくてちょっと柔らかい。あ、カリッとしてる。あ、あ、書いてある。間ぐらいの。カリでなんか焼きそばね。焼きそばで。じゃあ焼きそば、いいですか？もちろん。焼きそばで、はいはい、トッピングをして、はい、どれでしょう？もう目玉焼き、目玉焼き、はい、焼きそば目玉焼き一丁、はい、豚バラも一丁、はい、ニラもやし一丁、はい、今もうニラもやし食い気味で、エビはいいです、エビはなし、はい、エビはなし、はい、エビ以外、エビ以外で。エビ以外お願いします。エビ以外。すみません。お願いします。それで。すみません。ごめんなさい。いいえ、ごめんなさい。すみません。じゃあお願いします。それで。はい、すみません。ありがとうございます。ちょっと。ニラもやし、目玉、豚バラトッピング。はい。いただきます。はい。じゃあお願いします。ナイスオーダー。ナイスオーダー。鉄板で焼くんですか。そうなんですよ。あ、鉄板があるんだ。あ、本当だ。あ、早い。もうただ水を撒いてる。あ、今なんだ。だめ。早いな。
いや、なんか焼きそば、ちょっと最近焼きそば食ってねえなって。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。